爆増する微生物。だいぶサラサラしてますね。簡単に崩れる。すごい土がふかふかしてます。カッチカチも、ほら粘土質なのかな、これなんか中が錆びてるような感じ。これがフランツマンの一列の畝から出てきた塊。これでも表面だけ今取っただけなんで、また掘り起こしたらいっぱいこんなのが出てくると思います。なんでこういう畑からこういう土がいっぱい出てくるのかなって考えてみたんですけど、プランツマンのここの畑っていうのはもともと田んぼだったんですけど、家を建てた時に他から土を持ってきてるんですよね。ここ田んぼを埋め立ててるわけなんですけど、埋め立てた時におばあちゃんが何度か畑はやってたんですけど、もともとあった昔おばあちゃんがやってた畑とはまだちょっと日が浅いというか、その影響もあるのかなと思ってます。でもいろんなとこを掘るたびにこういうのが出てきて、この場所に大根、玉ねぎ、ブロッコリーを植えたんですけど、見事に失敗したという。まあこういう土だから、まあ、失敗するのは当然かなと思うんですけど、どうにかいい土にしていきたいと思います。やっぱいい土にするにはいろいろな堆肥が入ってるってことがやっぱ重要だと思うので、なのでこれからプランツマンがいろいろな堆肥を使って土を育てていく、畑に適した土にしていくっていうのが、まあ、一番成功への近道かなと思います。はい、こんにちは、プランツマンです。さあ今日は、何をするかというと、鶏糞は巻いていきたいと思います。前回プランツマンの畑に腐葉土、石灰、そして米ぬかも巻き終わりました。今育ってきているポット揚げをした苗たちをこのプランツマンの畑に植えるために元肥として鶏糞は巻いていきたいと思います。なんで鶏糞を選んだかというと、プランツマンの畑はまだ肥料分、養分等が非常に少ないです。腐葉土を巻いて石灰、そして米ぬかも巻いたんですけど、それではまだちょっとダメだよって、もうちょっと養分が必要ですよってコメントでいただきました。化成肥料ではなく、プランツマンは有機肥料で育てたいと思っています。なので、鶏糞を使ってみようかなと思います。そしてこの鶏糞なんですけど、いろんな有機肥料の中でも非常に栄養バランスがいいと。窒素、リン酸、カリ、この三大養分っていうのがあるんですけど、そのバランスが非常にいいということなので、鶏糞を選びました。そして、これの、肥料バランスなんですけど、窒素が 5.8、リン酸が 4.3、で、カリが 3.6 となっています。そして鶏糞 100% で発酵鶏糞を選びました。乾燥鶏糞と
発酵鶏粉。あと僕は見かけたことはないんですけど、炭化鶏粉、炭化鶏粉って読むのかな、ちょっと炭状にされた鶏粉もあるみたいです。そしてこの鶏粉なんですけど、この三大要素の他にカルシウムも豊富、そして何より肥料の中でダントツに安い、ダントツに安い。牛糞とかもまあそこそこ安かったりしたんですけど、もうこの鶏粉、これ一袋100円しません。そうだから圧倒的にコスパが良くて、成分の比率も非常にバランスがいいということなので、フランツマンは鶏粉を選んでみました。でいろいろなメリットデメリット、それぞれ肥料ごとにあるみたいなんですけど、それはまた動画の中で説明したいと思います。プランツマンの畑に、元肥として鶏粉を撒いていきたいと思います。それじゃあやってみよう。じゃあ早速鶏粉オープン。まあ中はこんな感じです。だいぶサラサラしてますね。で今回プランツマンの畑に元肥として鶏粉を撒いていくんですけど、肥料のバランスがいいんですけど、肥料の効き方が本当化成肥料並みに結構効くみたいなんで、撒きすぎは注意らしいです。なのでとりあえずプランツマンの畑にはまだ肥料はほとんど入ってないので、ちょっとさーっと巻いて、土と混ぜていきましょう。さあじゃあ巻いていきます。もう高いとこから巻くと風に舞っていろんなところに飛んでってしまうので、もう本当地面近くで。この鶏粉なんですけど、メリットは成分バランスがいい、そして値段がとにかく安いってのは前半の方に言ったんですけど、もう一つカルシウムを含んでいます。なので石灰の補助的な役割にもなりそうですね。あとデメリットなんですけど、デメリットは2つあります。1つは何と言っても匂い。鶏粉は特に、肥料の中でも結構匂いきついですね。そして発酵するときに熱を出すっていうのもあります。これ発酵鶏粉って書いてあっても、土に入れると発酵する場合があるみたいなので、土に混ぜ込む場合は2週間ほど空ける。そして撒く場合は根っこの近くにはなるべく撒かない。だいたい 4,50 センチ離しても十分効くみたいです。撒き終わり。はい、肥料を撒いて1週間経ちました。土の状態を見ていきましょう。軽く握って塊になって指で簡単に崩れる。すごい土がふかふかしてます。そして微生物くんが大好きな米ぬかを入れたんですけど、フランツマンの畑にももう白くなってるのが微生物くんたちが働いてくれた証拠です。そして動画じゃちょっと分かりにくいかもしれませんけど、畑全体にクモの巣のような糸がバーッと張ってあるんですよね。まあこれ太陽に当たってすごいキラキラして綺麗なんですけど、これも微生物くんたちが働いてくれた証拠。なのでプランツマンの土作りは結構いい感じになったと思います。
なので次回は、ポットで育てている苗ちゃんたちをこのプランツマンの畑に植えていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね。これは何巻いてるんですか？これは米ぬかです。この米ぬかは発酵作用も非常に高くて微生物くんたちの餌になるので、この畑で抜いても抜いても出てくる雑草たちをこう来年の土作りに向けて米ぬかと雑草で雑草堆肥を作っていく途中です。米ぬかの毛触りが超もうなんかしっとりサラサラって感じ。